霊夢、今日紹介するケツァルコアトルスを知ってるか？知ってるわ、サンバを踊ってる陽気なお姉さんよね。それは FGO のケツァルコアトルだな。じゃあこれ？それはケツアゴネズコだ。なあ、わからないならそう言っていいんだぜ。よもやよもやね。ケツァルコアトルスって一体何なの？ケツァルコアトルスは恐竜と同じ時代に生きた史上最大級の翼竜なんだ。翼竜の枠だけじゃなく、空を飛ぶ生物としても最大級の大きさを誇るんだぜ。最大級の空飛ぶ生き物、かっこいい。ぜひ詳しく教えてほしいわ。それじゃあ今回はケツァルコアトルスがどんな生物だったかや、その仲間たちについて詳しく説明していくぜ。実はケツァルコアトルスはその巨大さのあまり、本当に飛べたのかどうか、長年議論が続けられているんだぜ。翼竜なのに？そう、翼竜なのにだ。さあ、まずはケツァルコアトルスの生態から説明していくぜ。わあ、楽しみだわ。ケツァルコアトルスは、爬虫類翼竜目、アズダルコ科ケツァルコアトルス属に属し、約6800万年前から6600万年前の中生代白亜紀末期、いわゆる恐竜大量絶滅期の直前に生きていたんだ。わあ、すごい。恐竜たちが一番繁栄していた時代に生きていたのね。2024年現在知られている中で、史上最大級の翼竜かつ、史上最大級の飛翔動物なんだぜ。史上最大級の飛翔動物なんてかっこいい響きだわ。それにしても、頭でっか。そのまま前に転がっちゃいそうだわ。かなり特徴的なフォルムだよな。ケツァルコアトルスの体長は、現世のキリンと同じくらいで5メートル程度なんだ。だが、そのうち頭部の長さはなんと3メートル、胴体は頭の4分の1ほどしかないんだぜ。体長のほとんどが首と足で、胴体はすごく小さいのか。とんでもなく頭でっかちなのね。ちなみに現在知られているケツァルコアトルスは2種類いる。一種は2021年に発表されたラウソニ種で、もう一種はノルトロピ種だな。ラウソニ種はやや小型で、いわゆる超大型の翼竜として知られるのはノルトロピ種の方だ。というわけで、ここからの解説は基本的にノルトロピ種の話になるぜ。へえ、小さい種もいたけど、有名なのは大きい方ってことか。ケツァルコアトルスノルトロピが初めて発見されたのは、1971年のアメリカ合衆国テキサス州だぜ。もう50年も前のことなのね。ノルトロピ種は史上最大級の翼竜だが、翼海長の上限に関しては討論が続いているんだ。ケツァルコアトルスの翼海長は約12メートルと小型飛行機並みのサイズとされるんだが、最大では18メートルに達するという説もあるんだぜ。18メートル、確か野球のマウンドからキャッチャーまでの距離がそのくらいよね。とても生物とは思えないとんでもない大きさだわ。霊夢と同じように感じた人々も多かったようで、これは生物学的に飛翔できる限界を超えているという意見も出ていたんだ。そのため、複数の科学者が約12メートルという説を支持していたんだぜ。12メートルでも小型飛行機並みだから、もう感覚が狂っちゃってる気がするけどね。ところが中国で発見された同じくアズダルコ科に属する翼竜である、チェイジェンゴプテルスの全身骨格を研究した結果、アズダルコ類は前肢が比較的短いプロポーションを持つことが分かってきたんだ。前肢ってことは、翼の方ってことか。その通り。そのため、最近はケツァルコアトルスノルトロピの翼海長を、平均約10から11メートルとする説が有力となってきているな。ふーん。少し短めの値に修正されているのね。二つ目の論点は体重だ。ケツァルコアトルスの体は、他の翼竜と同じく骨の内部が空洞になっているため非常に軽く、生体でも70キログラム程度しかなかったと推定されていたんだ。キリンくらいの大きさがあるのに体重が70キログラム？なんて羨ましい。じゃなくて、いくら骨が軽いとはいえ、ガリガリってレベルじゃないわね。本当にその通りで、さすがにこの体重では、巨大な翼を動かせるほどの筋肉すら得られないとの解釈もあり、現在では200から250キログラム程度とする説が有力となっているんだぜ。筋肉はとても重いっていうものね。長い間議論が続いているわけだわ。多くの研究者が興味を持っていることではあるんだが、ノルトロピ種は翼の骨の一部の化石しか発見されていないため、残念ながら、現時点ではどちらも推定することしかできないんだな。なかなか難しいのね。続けてケツァルコアトルスの飛翔能力について説明するぜ。さっきも言った通り、こちらも長年議論が続いている内容なんだ。一体どうしてそんな議論になるの？あの見た目で飛べないなんてことある？体が大きすぎて生物学的に飛べない、という説や、そもそも体が重すぎて離陸ができなかったとする研究もある。確かにものすごく大きいけど、まず飛行そのものについてだが、最近だとケツァルコアトルスの飛び方に着目した研究が発表されているぜ。飛び方って？
翼を羽ばたかせて飛ぶ以外に何かあるの？飛び方も細かく見ると色々方法があるんだぜ。実は、現存する大型の鳥類は翼を上下させる羽ばたき飛行ではなく、より省エネなソアリング飛行という方法で空を飛んでいるんだ。へえ、羽ばたくだけじゃなかったのか。で、そのソアリング飛行っていうのはどんな飛び方なの？ソアリング飛行というのは、上昇気流を利用して高度や速度を得る飛行方法のことだ。さらにソアリング飛行には大きく分けて、サーマルソアリングとダイナミックソアリングの2種類があるぜ。本当に色々種類があるのね。その2つはどんな違いがあるのかしら？サーマルソアリングは、温められた地面から生じる上昇気流に乗って旋回上昇し、その後滑空降下する、という過程を繰り返す飛び方だ。コンドルやワシ、軍艦鳥なんかによく見られるやり方だな。旋回しながら高いところまで登って降りてくるって感じか。ダイナミックソアリングは、海上付近の風が海面に近いほど風速が小さく、高度が上がるほど風速が大きくなるのを利用して滑空する、というものだ。アホウドリやミズナギドリが代表だぜ。へえ、どちらも風をうまく利用した省エネな飛び方だわ。絶滅した巨大鳥類や翼竜も、省エネのためにいずれかのソアリング飛行を使っていた、と考えられるが、実態はほとんど解明されていないんだ。それで、この飛び方に注目した研究が始まったのね。どんな研究なのか教えてちょうだい。2022年、名古屋大学の研究チームが、絶滅した翼竜におけるソアリング飛行の能力を計算し、現存する鳥類と比較した研究を発表したぜ。わぁ、日本で行われた研究だったのか。その結果ケツァルコアトルスは、ダイナミックソアリングと、サーマルソアリングのいずれの能力も他の飛行生物に比べてかなり低く、ソアリング飛行には不向きであることが分かったんだ。ええ？じゃあ、ケツァルコアトルスは飛べなかったってこと？まあ解釈次第だとは思うが、飛べなかった、とまでは言えないだろうな。少なくともケツァルコアトルスがソアリング飛行するためには、原生鳥類と比べ、かなり強い上昇気流が必要であると考えられるぜ。そっか、原生鳥類と同じ条件でソアリング飛行をするのは難しいけど、ソアリング飛行自体ができない、というわけではないのか。そういうことだな。または、短時間の羽ばたき飛行をしていた可能性もあるぜ。これだけ巨大な翼を持っているのに飛べないとしたら、それはそれで何を食べ、どのように生活していたのかも説明がつかないしな。確かに、あの姿で全く飛ばずに地面を歩き続けたっていうのも奇妙な話ね。飛翔能力についてはまだまだ議論が続いているが、研究者の中でも概ね飛べたと認識されているようだぜ。ああよかったわ。やっぱりケツァルコアトルスには大空が似合うもの。他にもまだ謎はあるぜ。ケツァルコアトルスの離陸の方法についてだな。離陸？普通に羽を羽ばたかせて飛ぶんじゃないの？鳥の場合は2本足でジャンプすると同時に羽ばたいているぜ。なるほど、そういうことね。じゃあ、ケツァルコアトルスはどうやって離陸していたの？2009年には、静止状態から前足を軸にして四つ足で空中にジャンプし、そのまま翼で羽ばたいて飛び立っていたという説が提唱されているぜ。鳥は2本足を使って離陸するが、翼竜の体重は 200kg 以上もあったため、後ろ足のみで体を空に持ち上げるのは合理的ではないとされたようだな。へえ、前足を棒高跳びの棒みたいに使ってジャンプしているわけね。これは原生のコウモリの飛び方と同じだ。だが2022年には、アメリカのテキサス大学の研究チームが新しい説を発表したぜ。ケツァルコアトルスをモデルとした場合、まず2本足で 2.4 メートルほどの距離をジャンプし、その勢いで空を飛んでいた可能性が高いそうなんだ。今度は2本足になったのか。なかなかはっきりとはわからないものね。それにしても、ケツァルコアトルスの化石が発見されてからもう50年になるのに、どうしてこんなにも飛び方の謎が解けないのかしら？それは、ひとえに化石の発掘がなかなか進まないためだな。ケツァルコアトルスの骨は体を軽くするために中が空洞になっている、という話はさっきしたよな。そうだったわね。このため、骨の壁自体も非常に薄い作りになっているんだ。例えるなら、そうだな。ポテトチップスのようなものを硬い岩の中から、壊さずに取り出そうとしているようなものなんだそうだ。ポテチを岩の中から？そんなの無理に決まってるじゃない？そのくらい難しいことだから何年、何十年という時間がかかるんだ。発掘作業は決して簡単なことじゃないんだぜ。なるほどね。私たちはいい報告が聞けるようにおとなしく待つとしましょう。ところで、ケツァルコアトルス以外にも仲間たちは見つかっているのかしら？もちろんたくさん見つかっているぜ。じゃあ最後にケツァルコアトルスが属するアズダルコ科の仲間たちを紹介していこう。よろしくお願いするわ。アズダルコ科の翼竜たちは、主に白亜紀後期に生息していたぜ。大きさはケツァルコアトルスのように巨大なものから、猫程度のサイズのものまで様々なものがいたようだな。へえ、
みんながみんなケツァルコアトルスみたいに、化け物級の大きさってわけじゃなかったのね。そうだな。共通する特徴としては長い足と首だぜ。アズダルコ科に分類される種のほとんどはその長い頸椎で同種認定されていて、他の特徴はあまりわかっていないんだ。他には、頭も長く巨大で、槍のようなくちばしを持っているぜ。大体のシルエットはケツァルコアトルスと同じってことね。まあそういうことだ。植生については、いろいろな説があるぜ。そのくちばしの形状からは水面をかすめるように滑空し、くちばしだけ水中に入れて魚を捕っていたと言われているぜ。あ、それはすごくイメージ通りね。他にも、細長い首と歯がなく長いくちばしから予食動物だった説、地上を歩き回り様々な小動物を食べた死肉アサリだった説、貝類やその他の硬い食材を砕いて食べていた説、など多くの説があるぜ。へえ、地上で捕食していた説もあるのか。本当に細かいことはまだまだわかっていないのね。謎に包まれた存在って感じでワクワクするよな。アズダルコ類の生物は世界中から発見されている。いろいろな国で発見されたケツァルコアトルスの仲間を見てみよう。わぁ、楽しみね。まずはアランボールギアニアだ。約8400万年前から6550万年前のヨルダンの白亜紀後期の地層で発見されたぜ。アズダルコかアランボールギアニア族の翼竜だ。そうなのね、一体どの部分が見つかったのかしら？見つかったのはめちゃくちゃに長い頸椎だぜ。長さは62センチメートルだったんだが、それでも3つに割れたうちの1つという大きさだ。欠けた部分を考慮すると長さは驚異の78センチメートルとされているんだぜ。割れても60センチメートル？棍棒か何かにしか見えないけど、頸椎なのか。この頸椎は、ケツァルコアトルスの同じ部位の骨と比べ 1.18 倍あるんだ。この比率が体の大きさにも適用されると考えると、アランボールギアニアの翼海長は12から13メートルとなり、ケツァルコアトルスを上回ることになるんだぜ。ええー、そんなに大きいの？最大級の翼海長を持つケツァルコアトルスを超える大きさだなんて、大発見じゃないの？まあ落ち着け。これはあくまでケツァルコアトルスと比較した場合であって、他のアズダルコ類の翼竜と比較した場合は7メートルと推定されるそうなんだ。なんだ、驚いて損しちゃったわ。まだ頸椎しか発見されていないからな。全容は謎に包まれているんだぜ。もし全身骨格が発見された暁には、ケツァルコアトルスを超える翼海長の翼竜と紹介される日も来るかもしれないな。そんな日が来るのが楽しみね。続いてはハセゴプテリクスだ。ルーマニアのハセグで発見されたぜ。6500万年前の白亜紀後期に生息していたとされるんだ。頭骨の長さが3メートル、翼海長は推定11から12メートルで、ケツァルコアトルスやアランボールギアニアに並ぶ大きさなんだぜ。え？じゃあこの子も史上最大級の翼竜仲間なの？その通りだが、史上最大級の翼竜仲間って何なんだ。まあ、もしケツァルコアトルスより小さかったとしても、骨がそれほどスカスカしていないから、体重はケツァルコアトルスよりも重かったかもしれないそうだぜ。へえ、じゃあこの子も本当に飛べたかどうかは怪しいって、言われちゃいそうね。今度はカナダで初めて発見されたアズダルコ科の翼竜だぜ。このクリオドラコンボレアスは、30年前にカナダアルバータ州で発見され、誤ってケツァルコアトルスとして分類されていた化石だったんだ。7700万年前の白亜紀後期に生息していたぜ。へえ、ずっとケツァルコアトルスだと勘違いされてたのか。その通りだ。見つかった化石は、翼、足、首、肋骨の一部などだ。メインの骨は、翼海長約5メートルの子供のものだが、他の個体で巨大な首の骨が見つかっている。そのサイズから、大人の翼海長は10メートルほどあったのでは、と推測されているぜ。この子も大きいわねー。ケツァルコアトルスに匹敵するサイズだわ。その通り。だから、生息地域では頂点捕食者として君臨していて、小さな恐竜を含むほぼ全てのものを食べていたと考えられているぜ。クリオドラコンがケツァルコアトルスと区別できたことで、北米に生息していた翼竜の多様性や進化についてさらに研究が進むと考えられているぜ。それなら今後の発見がますます楽しみね。ねえ霊夢、そういえばアジアの地名が出てこないけど、アジアではアズダルコ類の生物は見つかっていないのかしら？いや、2017年にはアジアでも巨大翼竜が発表されているぜ。化石が発見されたのは2006年のモンゴル、ゴビ砂漠だ。その化石は完全な形にはほど遠いためにまだ新種として名付けはされていないが、アジアでこれほどの大きさの翼竜が見つかったのは初めてのことなんだぜ。なんだ、ちゃんと見つかっていたのね。生息していたのは7000万年前の白亜紀後期のようだな。翼海長は推定11メートルとされているが、もしかするとケツァルコアトルスを超える可能性もあるようだぜ。え、もしかしたら、ってどういうこと？理由は、発見された翼竜の首の骨の太さにあるぜ。
先ほど紹介したアランボールギアニアは首の骨の幅が5センチメートルほどだったが、この翼竜の同じ部分の骨はなんと20センチメートル近くあるんだ。え？ 4 倍もあるの？じゃあ体長も4倍。ってわけにはいかないわよね。もちろんそれだけで体のサイズは決められないぜ。ただ単に首が大きい種なのか、それとも体全体が巨大なのか、確認する必要があるからな。じゃあ今後もっと化石が発見されれば、ケツァルコアトルスを超える大きさの翼竜が発表されるかもしれないのね。今から楽しみだわ。さて、ケツァルコアトルスは史上最大級の空飛ぶ生物だ。様々な研究の結果、ケツァルコアトルスは、距離については意見が分かれるが、飛行自体はできたと考えられるぜ。サイズ的にはキリンが空を飛んでるような感じだものね。全く想像がつかないよな。新しいケツァルコアトルスの仲間の化石も見つかってきてるみたいだから、研究が進むのが楽しみだわ。今日はみんな大好きティラノサウルスレックスの話をするぜ。やったー、やっぱり古代生物の王様と言ったらティラノサウルスレックスよね。でも人気があるからいろんな説が出てきて混乱しちゃうわ。人気があるだけに、研究も多いからな。今回はそんな絶対王者ティラノサウルスレックスの情報を、わかりやすくまとめてみたぜ。最新の姿にも触れているから、ティラノサウルスレックスをよく知る人も楽しめると思うぜ。すごいわ、早速始めましょう。まずはティラノサウルスレックスの基本情報から確認していこう。なお、ここから先は便宜上ティラノサウルスレックスを、ティラノサウルスと呼ぶが、すべてレックス種のことだからよろしく頼むぜ。了解したわ。ティラノサウルスが生息していたのは、約6800万年前から約6600万年前の中世大白亜紀末期の北アメリカ大陸だ。学名は古代ギリシャ語との造語で暴君トカゲという意味を持つぜ。ちなみに小種名のレックスは王という意味だな。何回聞いても王者にふさわしいかっこいい名前だわ。分類としては有番目獣脚類ティラノサウルス科に属すぜ。全長は最大で約13メートル、最大体重は約7トンと、獣脚類の中でも最大級の大きさを誇るんだ。ものすごい大きさね。ティラノサウルスの特徴といえば、なんといってもこの巨大な頭部だな。頭骨長は胴長の 47% もの大きさで、重さは筋肉を含めると 500kg もあったんだ。この巨大な頭骨と顎による攻撃力は凄まじく、推定方法により多少上下するが、そのパワーは 3.5 から 5.7 トンほどとされるぜ。骨ごと噛み砕くなんて想像以上のパワーだわ。この攻撃力と引き換えに、ティラノサウルスの目は小さくなったと言われているんだぜ。強靭な顎の筋肉を確保するため、眼球を収める穴が代償的に狭まったと言われているんだ。へえ、そんな理由があったのか。この他にもティラノサウルスにはよく話題になる特徴がたくさんあるから、続いてはそんなテーマを一つずつ解説していくぜ。霊夢は何か気になる話題はあるか？そうね。やっぱり小さい前足のことが気になるかしら。なるほどな。じゃあまずはその話をしていこう。ティラノサウルスの前足が短いことは有名だが、実際13メートルもの全長に対し、腕の長さはたった1メートルもないんだ。これは、人間でいうと身長180センチメートルの人の腕が約12センチメートルなのと同じくらいなんだぜ。いかにティラノサウルスの腕が短いかわかるわね。そうだな。19世紀末に、ティラノサウルスの化石が初めて見つかった時には、体に対する腕の大きさが小さすぎて、同じ個体のものではないと考えられたほどだからな。確かに初見でこんなに腕が短い生物だとは思わないわよね。また、ティラノサウルスの祖先は獲物を掴む上で最適な長い腕を、持っていたことがわかっている。つまり、進化の過程で、どんどん腕を短くしていったことになるんだ。それは一体、なぜだろうな？それがわかったら苦労しないわよ。早く教えてちょうだい。草食動物はミネラル類を摂取するため、死んだ動物の骨を食べることがあるんだ。それと同じようにティラノサウルスの巨大な頭部と顎、そして強力な攻撃力は、噛み砕いたいものの骨からミネラルなどを摂取するためではないか、という研究もあるんだ。ふんふん、それで？こうした攻撃力を得るためには大量の筋肉をつける必要があり、頭部も巨大化せざるを得ないということだな。そんな巨大な頭部とバランスを取るため、両腕が小さくなっていったと考えられているんだぜ。へえ、小さな前足にはそんな理由があったのか。また、ティラノサウルスの赤ちゃんは大型犬ほどの大きさだったようだが、成長速度が速い割に性成熟に達するまでは長くかかったようなんだ。その成長速度と頭部や顎、口、歯の成長とのアンバランスが、両腕を奇形的に小さくしていったのではないかという説もあるぜ。頭が重くなるなら、尻尾を重くしてバランスを取るんじゃダメなのかしら？
確かにそれでもバランスは取れるだろうな。だが、体の一部を巨大化させるということはそれだけ維持するコストがかかる。だが小さくする戦略を取れば、むしろコストは少なく抑えられるため、有利だと考えられるぜ。なるほどね、大きさを維持するコストなんて考えたことがなかったわ。また、研究者たちは腕が小さくなった理由とは別に、そのしょぼい腕を何に使っていたのかについても様々な説を唱えたぜ。しょぼい腕？まあ確かにそうだけど、最初期の説は交尾の際にメスを固定するとメグとして機能したというものだ。その後も地面から立ち上がる時の支え、獲物を押さえつける、など様々な説が登場し、中には腕には全く機能がないので気にする必要はない、なんて意見まで飛び出したんだぜ。研究者たちの困惑っぷりがよくわかるわね。このように、研究者たちはティラノサウルスの腕があまりにしょぼく、腕を使う用事がなかったからますます退化したと考えていたようだな。これらを踏まえ食事中に腕を噛みちぎられないため、なんて説も出てきたぜ。確かティラノサウルスは群れで狩りをしたって説もあったものね。確かにそうだとしたら間違って噛みちぎられることもありそうだわ。これは、使わないから小さくなったというより、彼らには腕が大きいことにデメリットすらあったという考えだな。とはいえ、使わないから退化したにしても、ティラノサウルスの体格に対する腕のサイズ変化は極端すぎる印象がある。うんうん。それが一番の謎よね。だがティラノサウルスの腕は、体の大きさに比べれば小さく見えるが、化石として発見される標本の多くで、人と同じくらいか 1.5 倍くらいの大きさがあるんだ。え？そう考えると結構な大きさね。腕についている筋肉量から推定すると、彼らは人の約 3.5 倍にあたる、180kg ほどを引き上げる力を持っていたようだ。また、獣脚類は基本的に両腕の可動域が、かなり狭かったと考えられているが、ティラノサウルスは関節の作りから、もう少し自由度が高かったのではないかという研究もあるぜ。つまり、しょぼい腕は意外としょぼくなかったかもってこと？この小さな両腕についての結論はまだ出ていないが、ある時は交尾に、ある時は立ち上げる際に体を支え、ある時は獲物を抑え込むというように、いろいろな用途に使っていたのかもな。もしかすると、両腕がなくなるっていうティラノサウルスの進化の途中で、あの大絶滅が起きたのかもしれないわね。そうかもしれないな。続いては移動速度についてだ。ティラノサウルスの歩行走行速度についてはまだ論争中で、様々な説が提唱されているが、その最大の原因は、彼らの速さを示す足跡化石が見つかっていないことにあるんだ。え？ティラノサウルスの足跡って全然見つかってないの？いや、足跡化石そのものは発見されてはいるが歩幅がわからないんだ。加えて、走るのには不利な巨体を持ちながら、足の速い恐竜の特徴である、アークとメタターサルを合わせ持っているという矛盾があるため、さらに議論を呼んでいるんだぜ。確かにそれじゃ走るのが速いのか遅いのかわからないわ。2007年頃までの論文では、ティラノサウルスの移動速度は、時速 18km から 54km とされている。これはジュラシックパークのように、たとえ車であっても、悪路であれば追いつかれてしまう可能性がある速度だ。ティラノサウルスの走る速さってそのくらいのイメージが強いわよね。だが、2017年7月に発表された論文では、この時考慮されていなかった。ティラノサウルスの骨の耐久度を検証項目として新たに取り入れたんだ。骨の耐久度？それを考慮するとどうなったの？その結果、ティラノサウルスが時速 19km 以上で走行すると、走行時にかかる力に耐えられずに足の骨がバラバラになってしまうはずで、ティラノサウルスの最高移動速度は、高く見積もっても時速 27km 前後だったと結論付けられたんだぜ。足の骨がバラバラに、確かにティラノサウルスは巨体だけど、そんなに負担がかかっちゃうの？さらに最新の研究が2021年に発表されているぜ。これは歩く時に揺れる尾の固有振動数からティラノサウルスの好ましい歩行速度を、歩行運動学的に検証するというものだ。この結果、ティラノサウルスにとって、適切な歩行速度は平均で時速 4.8km だとされたんだ。おっそ、時速 4.8km って人が歩く速さと同じくらいじゃない？また、獲物を取るために必要な場合でさえもできる限り走ることは避け、早歩きで済ませていたというからすごいよな。ティラノサウルスは私たちが映画から想像するよりも、ずっとのんびりやな生き物だったのかもしれないぜ。ティラノサウルスのイメージがちょっと変わっちゃうわね。これらの研究に基づけば、現時点でのティラノサウルスの移動速度は、最大でも時速 27km で、しかも滅多に走らないので、人類最速の男、ウサインボルトの時速 37.58km なら余裕だし、一般人でも陸上部程度の足の速さがあれば逃げ切れる可能性が十分にあるんだぜ。これでいつティラノサウルスに追いかけられても安心ね。追いかけられる予定があるみたいに言うな。
恐竜で知能が高いといえば、ベロキラプトルあたりのイメージが強いかもしれないが、もしかするとティラノサウルスも負けていなかったかもしれないんだぜ。でもどうやって絶滅した恐竜の知能を測るの？恐竜の知能を測定するのは、当然ながら簡単なことじゃないぜ。研究者たちは、恐竜の知能を示す指標として EQ という値を使ったんだ。これは体重に対して、脳がどれだけ重いかで知能レベルを推測するものだな。あ、その方法は聞いたことあるわ。だが、多くの動物では体の大きさと脳の大きさは別々に進化するため、EQ が正確な知能を示すとは言い難いという声もあったんだ。そこで今回はより信頼できる指標を求めて、大脳皮質のニューロン密度に注目したんだぜ。大脳皮質の、ニューロン密度？なんだか難しそうな言葉が出てきたわね。大脳皮質というのは大脳の表面で、あのシワシワの部分だな。ほとんどの知的タスクに関わる重要な領域なんだぜ。研究者たちは、脳のサイズではなく、大脳皮質にどれだけの神経細胞が、詰まっているかで、その生物の知能レベルが推測できると考えているんだ。なるほどね。なんとなく理解できたわ。でも、恐竜はもう絶滅してるし脳みそは化石にならないわよね。ところがどっこい、近年、鳥類と哺乳類の大脳皮質におけるニューロン密度が、爬虫類と比較して非常に高いことを示す大規模データが発表されたんだ。現代の鳥類は、ティラノサウルスを含む絶滅した獣脚類の子孫だったよな。そうだけど、まさかそこから恐竜のニューロン密度がわかっちゃうの？そのまさかだ、この大規模データと恐竜の推定能量を組み合わせて、ニューロン密度を推定できる方程式が作られたんだぜ。はぁ、頭がいい人たちの考えることは本当にすごいわね。その結果、ティラノサウルスの大脳皮質のニューロン数は33億個と推定され、現代の皮脂に匹敵することが明らかになったんだ。参考までに、人の大脳皮質のニューロン数は約160億、チンパンジーは約80億、ニホンザルは約50億だぜ。へぇ、思っていたより知能が高そうね。私もそう思うぜ。この結果、ティラノサウルスは強靭な肉体だけでなく、皮並みの知能を併せ持っていた可能性があるとされているんだ。あの大きな体と攻撃力だけじゃなくて頭も良かったなんて最強すぎるわ。ただし、もちろん恐竜の知能については大脳皮質のニューロン密度だけじゃなく、もっと多くの物証が必要だ。これからの研究が楽しみってことね。さて、最後はティラノサウルスの復元姿の変遷と最新の姿を紹介するぜ。まずティラノサウルスの復元姿だが、これは研究によってかなり変わってきている。まずは姿勢だ。約40年前の最初期のティラノサウルスは、体を直立し、尾が地面についている姿が主流だったんだぜ。私にはあんまり馴染みがない姿ね。なんだかゴジラみたい。その後発表されたのが頭、背中、尾が一直線となっている水平型だ。現在はこちらが主流となっているな。この姿勢は素早く効率よく移動したり、重い体を支えたりできたため、恐竜が大型化できた理由の一つとされているぜ。うんうん。こっちの方がよく見るティラノサウルスのイメージだわ。二つ目は羽毛の有無だ。最初は、大型であるティラノサウルスの仲間には、羽毛が生えていないと考えられていた。これは巨大な体にとっては、保温よりも熱を逃がすことが重要になるためだな。体が大きいと、羽毛で保温する必要がなくなるのか。その通りだ。だが、2012年に発表されたユーティラヌスの発見により、大型のティラノサウルスの仲間にも、羽毛が生えていた可能性が出てきたんだ。そのため、この頃のティラノサウルスの復元姿では、羽毛で覆われた姿が多く描かれたぜ。わあ、確かになんだか見覚えがある姿ばっかりだわ。だが、今のところティラノサウルスの化石で羽毛の痕跡が確認されたものはない。そのため、幼体の時は羽毛で覆われていた可能性はあるが、成長とともに失われていき、生体では、羽毛が残っていたとしても、頭から首の後ろ、背中にかけての一部のみではないかとされているぜ。とりあえず全身もふもふ姿は回避されたのね。現在の復元姿に関する最新の研究は、2023年3月に発表されたものだな。霊夢は、ティラノサウルスの口元といえばどんなイメージがある？そうね。やっぱりむき出しになった恐ろしい歯、みたいな感じかしら。そうだよな。だが、研究者たちによれば実際のティラノサウルスには、天性のトカゲのように歯を覆う唇があったというんだ。え、唇？一体どういうこと？今回の研究では、ティラノサウルスからベロキラプトルなど、様々な大きさの恐竜の頭蓋骨や歯の大きさを、天性のトカゲやワニの解剖学的構造と比較したんだ。そしたらどうなったの？すると、ティラノサウルスの歯はとても長く見えるが、頭蓋骨との比率では現在のオオトカゲと変わらなかった。つまり、特別に大きな唇がなくても、十分に歯を覆えたはずだと考えたんだ。うーん、
でも歯を折れたかどうかと、実際唇があったかは関係ないんじゃない？恐竜の歯はエナメル質が比較的薄く、もし常に空気にさらされていれば、すぐに乾いてしまったはずなんだ。だが、発見されたティラノサウルスの歯にはそれほど摩耗が見られない。そのため、唇によって歯の水分と機能が保たれていたと考えられているんだな。なるほどね、歯が常に丸出しだったら、乾燥してもっとボロボロになっていたかも、ってことか。そういうことだ。今回の研究を参考に新たに作られた復元姿がこちらだが、剥き出しだった歯が唇で覆われ、若干マイルドになった印象じゃないか？確かにちょっとお上品な口元になったかもしれないわ。綺麗なティラノサウルスって感じだわ。アップデートの度に様々な姿が描かれるティラノサウルスだけに、今後も新たな姿を見られるのが楽しみだな。本当にそうね。このように、発見当時からティラノサウルスは、多くの人々や研究者の注目を集め続ける存在なんだな。今後もティラノサウルスの最新情報を伝えていくから、楽しみにしていてくれよな。何度聞いてもやっぱりかっこいいわねティラノサウルス。今後の研究でどんな姿になっていくのかも楽しみだわ。最近のアップデートはモフモフになってみたり牙が隠れたり、どんどん可愛くなっていってるのが気になるけどな。私は可愛い系もありだと思うけどね。お、霊夢。ここにいたのか。あら、マリサ？どうしたの？今年も大型魚食恐竜の最新情報をまとめてきたんだ。聞いてくれるか？大型で魚を食べる恐竜といえば、スピノサウルスね。何何？新情報でもゲットしたの？ああ、今年も面白い発見があったんだぜ。めちゃくちゃ気になるじゃない。詳しく教えて。まず、スピノサウルスが水辺で暮らしていたとされているのは、霊夢も知っているよな。知っているわ。確か今は、スピノサウルスは沿岸や川辺で生活する、半水生で、二足歩行をしていたって説が有力だったわよね。水が深くなると、地震の浮力が大きすぎて潜水できない上、泳ぎも不安定で、秒速1メートル以下だったことが判明しているからな。完全に水中生活に適応していたって説も聞いたことがあるけど、さすがに違ったのね。ああ、2014年に発表された復元だな。これは結局、化石の分類の妥当性や、他の生き物の標本が混ざった、キメラの疑いなどもあって議論になり、2018年には、水中で姿勢を安定させるのは難しかったという反論も出て、現在では有力視されていないぜ。完全に水中で暮らしてたなんて、とっても面白い考えだとは思うけれど、でもとりあえず、水辺で生活する半水生の恐竜ではあるのよね。それが2024年になって、その半水生説に異を唱える論文が現れたんだ。あら、挑戦的ね。一体どういった内容だったのかしら？簡単に言うと、骨密度に関する研究に対する反論だったぜ。スピノサウルスの骨密度、なんだか聞いたことがあるような？動物の骨密度の高さは、水中に潜る頻度と強く相関しているんだ。だから、もしスピノサウルスが水中で生活していたなら、その影響が骨密度に現れていたはずだ、というのが、骨密度に関する研究での考えだったぜ。ああ、なんだか思い出してきたわ。骨密度が高い生き物は、水中生活に適応していたのよね。そうだ。陸上の生物の多くは空洞化した骨を持つ一方、スピノサウルスやバリオニクスは、ペンギン並みに骨密度が高かったんだ。へえ。じゃあもしかしてこの研究だと、スピノサウルスは泳げたことになるわけ？その通りだ。スピノサウルスは二足歩行での移動だけでなく、水中で泳ぐこともできた、というのがこの研究での結論だ。そして、2022年に行われたこの研究は、スピノサウルスやその仲間が、恐竜の中で唯一水中生活に適応していた、とする説を補強するものだったんだぜ。水陸両用の恐竜なんて、ロマンがあるじゃない。しかも骨密度の上昇からわかるのは、スピノサウルスの生活様式だけじゃないぜ。それって、一体どういうこと？他の水中生活に適応した陸上動物は、体の小さい祖先が進化するにつれて、だんだん大きくなったのがほとんどなんだ。しかも、陸から水中に進出した動物が、進化する過程で最初に現れる特徴は、骨密度の上昇なんだ。どうして最初に骨密度が上がるの？骨密度が高くなるとその分骨が重たくなって、より水中に潜りやすくなるからだぜ。じゃあ水中進出のセオリーは、骨密度の高い小動物が、だんだん水中での暮らしに適した、いろんな特徴を手に入れていくって流れなのね。そうだ。ところがスピノサウルスは、恐竜の中でも最大級の前兆を持ちながら、骨密度の上昇による、水中生活への適応の第一歩を踏み出したことになるんだ。普通の進化の流れに逆らっていたかもしれないのね。そういうことだ。
他にもスピノサウルスのイレギュラーな特徴はいろいろあるぜ。例えば水生かつ肺呼吸をする生き物は大抵、水の抵抗を受けにくいような、丸くて滑らかな体をしているが、スピノサウルスは細長い体に、大きな方を持っていて、見るからに泳ぎづらそうだろ。確かに、水の抵抗をかなり受けそうな体をしているわよね。それに、獣脚類の体は他の半水生生物に比べて硬く、その体の硬さが泳ぐ動作に影響していた可能性だってあるんだ。あれ?なんだか、水中で泳ぎ回るにはかなり不利な特徴が揃っているわね。ああ、そう思ったのは他の研究者も同じだぜ。そこで2024年3月、この骨密度に関する研究に批判的な論文が登場したんだ。いよいよここからが最新情報ね。その論文は、骨密度の研究のどこを問題として指摘していたの?骨密度と、潜水する頻度の関係性を疑問視していたぜ。実は陸上で生活する哺乳類も、別の理由で密度の高い骨を持つことがあるんだ。え、そうなの?例えば象は、大きな体を支えるために、他の動物よりも強くて頑丈な骨を持っているんだぜ。骨密度が高いのは、水中生活者の1000倍特許じゃなかったのか。スピノサウルスも、全長約15から18メートルもあるとても大きい恐竜だったから、もしかしたら、この頑丈な骨は自重を支えるためのものだったのかも?そしてさらに、実は骨密度が陸上動物より低い水生生物もいるんだ。骨密度と潜水する頻度は相関関係にあるって話だったけど、中には例外もいるのね。それにこの論文の著者は、もし仮にスピノサウルスが泳げたとしても、その泳ぎはかなり下手だっただろうと推測しているぜ。最初にマリサも言っていたわよね。確かに泳ぎが下手なら、狩りも大変そうだわ。ああ、スピノサウルスの重心は上に偏っていて不安定なんだ。しかも背中には大きな帆があったから、水中で直立するのは難しかっただろうな。それじゃあ今は、スピノサウルスは水生生活に適応していなかった。っていう考え方が主流なのかしら?いやいや、それがこの論文に対するさらなる反論もあるんだぜ。スピノサウルスの主食は、マウソニアというシーラカンスに近縁な魚なんだが、マウソニアは大きくて動きの遅い魚で、もしスピノサウルスが上手に泳げなくても、捕らえることはできたはずなんだ。ティラノサウルスも速く走れなかったけど、トリケラトプスの動きが鈍いから問題なかったのよね。ああ、この論文に対する反論も、霊夢の言った話と似たようなものだな。けど、骨密度の高さと水中生活とは、直接の関係がないのは事実よね。他に、スピノサウルスが水中生活に適応していた証拠ってないのかしら。もちろんあるぜ。例えば、初めて発見されたスピノサウルスの尾の化石は、形がパドルに似ていて、泳ぐために使っていた可能性があるんだ。他にも、スピノサウルス科の脳の大きさについての研究もあるぜ。2023年にそんな話を聞いた気がするけど、覚えていないのか?仕方ないな。この際だからもう一度説明してやるぜ。もしスピノサウルス科の恐竜が水中で生活していた場合、脳や感覚も水中生活に適応していて、陸上で生活する他の恐竜とは、異なっていただろうと考えられていたんだ。確かに、水中と陸上なら必要な情報も違うわよね。そうだな。例えば匂いを処理する部位は、水中での生活には必要ないだろ?だから縮小していくと考えられていたんだ。それで、違いを明らかにするために脳を調べることになったのね。調査では、スピノサウルス科の中でも初期に出現した、バリオニクスとケラトスコプスの頭蓋骨から、脳の大きさを割り出したんだ。するとこの2種の脳の大きさは、他の獣脚類恐竜の脳と、ほぼ同じだった可能性が示唆されたぜ。あら、実際は違いがなかったの?ああ、そういうことだな。一方で鼻先はワニのように進化していて、水生の獲物を狩るのに適した能力はもうすでに備わっていたんだ。脳の進化は進んでいなかったけど、それでも他の獣脚類とは違う生活スタイルに適応していたのね。他に脳の研究からわかったことはないの?あるぜ。後期スピノサウルス科の恐竜には、脳や聴覚に変化があったんだ。聴覚?確かに水の中は聞こえ方が違うのかも。どんな変化があったの?初期のスピノサウルス科よりも、高い音を聞き取れるようになっていたぜ。音を脳で処理できる信号に変換するための、下牛管という器官があるんだが、初期のスピノサウルス科はこの器官が、低音域に特化していたんだ。低い音の方が聞き取りやすいようになっていたのね。ああ。ちなみにこの低音域が聞き取りやすいという特徴は、アベリサウルスやアロサウルスなどの、他の肉食恐竜でも見られるぜ。その一方で、後期スピノサウルス科恐竜である、イリテーターは、より高い音を聞き取れるよう進化していたんだ。そんな些細なところまで変化が現れるなんて、面白いわ。水中だと、高い音の方が大事なのかもしれないわね。それじゃあ、脳の変化はどうだったの?
脳の方は棒状葉という、眼球を安定させるための領域が発達していたぜ。眼球が安定する。ってことは、視界が安定するってことかしら？そうだ。だから後期スピノサウルスか恐竜は、安定した視界で水面を見下ろし、魚を捉えることができたと考えられるんだ。その一方で初期スピノサウルスか恐竜は、水中で魚を捉えるという、別の方法をとっていた可能性があるんだぜ。進化が進むにつれて、狩りの方法が変わっていたかもしれないのね。ただし、こういった脳や聴覚の変化が、研究に使った標本の個体差による可能性もある、という点には注意が必要だぜ。特に爬虫類の脳は、鳥類や哺乳類とは違って、脳が頭蓋骨いっぱいに詰まっていないから、今のところは推定の範疇を出ないんだ。今後、もっと保存状態がいい化石が見つかれば、はっきりした答えが出るかもしれないわね。そうだな。ここ数年はスピノサウルス科の化石の発見が相次いでいるから、この流れに乗ってほしいところだぜ。あら、そんなにたくさん見つかっているの？そうだぜ。2023年にも、スペインで新種の化石が見つかったんだ。嘘、その話は聞いてない気がするわ。詳しく聞かせてちょうだい。この新種の恐竜は、プロタスリキスシンクトレンシスと、名付けられたぜ。ちなみにこれは、シンクトレスのチャンピオン、という意味だ。チャンピオン、何か秀でた特徴があったの？この恐竜自身に特徴があったんじゃなくて、化石が発見された地元のサッカーチームが、2021年にヨーロッパリーグで優勝したことにちなんでいるそうだ。さすがサッカー強豪国って感じのネーミングだったわ。発見されたのは2023年5月で、約1億3000万年前の白亜紀前期に生息していた、スピノサウルス科の新種と考えられているぜ。確か、スピノサウルスの生息時期は、約1億1200万年前から、9350万年前の、白亜紀前期から後期だったから、それと比べると、結構早い段階で出現した種だったのね。結構早いどころか、今回見つかった化石は、これまでに見つかった中で最も古いものの一つだぜ。え、すごい発見じゃない。プロタスリキスは体長約10から11メートルで、他のスピノサウルスか恐竜と同じく、円錐形の歯がたくさん生えた長い口を持っていたぜ。それじゃあ、スピノサウルス科の見た目は、初期からあまり変わっていなかったのかしら？スピノサウルスといえば、大きな鍵爪や背中の穂が印象的だけど、そういう特徴は見つかったの？いや、そのあたりは未だ不明なんだ。今後の化石の発見を待つ必要があるぜ。今は体のどの部分が見つかっているの？上顎の一部と、尾の椎骨が5つだけだな。ほんの少ししか見つかっていないのね。けど、判明した情報は多いぜ。プロタスリキスの化石が見つかった岩石からは、白亜紀の頃の周辺地域が、海水と淡水の混ざる河口だったこともわかったんだ。化石の埋まっていた土地や石からもわかることがあるのね。確かにスピノサウルスからしい生息地だわ。この地域は、プロタスリキスと生息時期が被っているバリオニクスも、生息していた可能性が高いぜ。バリオニクスって確か、スピノサウルスとかなり似た恐竜なのよね。バリオニクスは全長約 7.5 から9メートル、体重約 1.2 から 1.9 トンの大型恐竜だな。さすがスピノサウルスかって感じの大きさだわ。さっきの脳の研究でも出てきたけど、結構初期のスピノサウルスか恐竜なのよね。そうだ。バリオニクスは、約1億3000万年前から、1億2500万年前の白亜紀前期、主にイギリスに生息していたとされるぜ。プロタスリキスが見つかったスペインとは海をまたいでいるけど、割と近いわね。獲物はやっぱりお魚だったのかしら？基本はそうだな。でも、バリオニクスの腹部からはイグアノドンの幼体の骨が、見つかったこともあって、バリオニクス自身のサイズに合わせて、獲物を変えていたと推測されているぜ。だから生息環境としては、魚や小さな獲物がたくさんいる湿地帯を好んでいたと考えられているんだ。それじゃあ、プロタスリキスが見つかった河口なんて、バリオニクスにとってもかなり快適だったはずよね。プロタスリキスも同じように水辺が好きだったのかしら。あ、もしそうだとしたら、互いに競争相手だった可能性もあるわよね。近い仲間同士で生存競争か。確かに面白いアイデアだが、プロタスリキスの行動や見た目などを解明するには、今後さらに化石を見つける必要があるだろうな。今後が楽しみね。他に、同じ地域で暮らしていたスピノサウルス科の恐竜はいないの？バリボナベナトリクスという、謎の多いスピノサウルス科の恐竜が、同じ時期に近くに生息していたようだな。長くてこんがらがりそうな名前ね。そのバリ、なんとかはどんな恐竜なの？バリボナベナトリクスだぜ。この恐竜もプロタスリキスと同じく、化石が数点しか見つかっていなくて、まだ手がかりが少ないんだ。でも、今回プロタスリキスの発見で、プロタスリキスと、バリボナベナトリクスは、同じ種である可能性が浮上しているんだぜ。
わあ、なんだか面白い話じゃない。けど、手がかりの少ないもの同士だから、より詳しく知るにはもっといろんな発見が必要そうね。そうだな。代表格のスピノサウルスですら化石が不完全だしな。確か、博物館に保管していた化石が燃えちゃったのよね。ああ、化石を所蔵していたドイツの博物館が、第二次世界大戦の空襲で焼けてしまったからな。それもあって、スピノサウルスは人気に反して未だ謎が多く、全身像の復元予想でも多くの説が議論されているんだ。貴重な文化財も帳消しにしちゃうのが、戦争の恐ろしさよね。それでも、現存する化石やバリオニクスとの比較から、だんだんといろんなことが分かってきているぜ。そうよね。研究に携わる人ってすごいわ。それに、プロタスリキスみたいな、初期スピノサウルス科恐竜の化石は、スピノサウルス科が多様化して、ヨーロッパから北アフリカに広がる過程を、解明するのに役立つはずだ。スピノサウルスは後期のスピノサウルス科恐竜だけど、化石がエジプトやモロッコから見つかっているものね。ああ。だから、初期のスピノサウルス科恐竜を知ることは、結果的に、スピノサウルスという陸上最大級の肉食恐竜を、もっと知ることにつながるんだ。これからの発見に連鎖して、いろんなことが分かっていくかもしれないわね。ああ。2025年はさらにいろんな発見が伝えられるよう、今後も注目していきたいぜ。どうした霊夢、難しい顔をして。生命は海で生まれたって言うけど、それって本当なのかしら？どういうことだ？だって、海ってことは魚から進化したってことじゃない？こんな美味しい生物から人間ができたなんて、信じられないのよね。焼き魚を食べながらする話じゃないな。だがそれなら今日紹介するシーラカンスはぴったりな生物だな。え、シーラカンスがどうして生物の進化に関係するの？ご本人たちは全く進化してないわよね。ご本人たちは確かにそうだが、実はシーラカンスは、陸上の四肢動物の進化に関係していることがわかっているんだぜ。え？それ本当なの？信じられないわ。しかも、深海で変わらず静かに暮らしている印象が強いシーラカンスだが、実は変わった進化を遂げた仲間だっているんだ。え？一体どんな風に進化したの？それは後でのお楽しみだぜ。まずはシーラカンスの進化と四肢動物の関係について説明していこう。楽しみだわ。シーラカンスが初めて出現したのは、約4億年前の古生代デボン紀とされている。そしてその後も、姿形はほとんど変わらずに現代まで生き延びてきたんだ。そして、シーラカンスの進化は、すべての脊椎動物の進化を理解する上で重要な鍵になりうるんだぜ。そうそう、それは一体どういうことなの？すべての生命は海から始まり、その後陸上へ進出した、というのは、もちろん知っていると思うが、シーラカンスこそがその進化の過程の謎を解く鍵を持っているかもしれないんだ。その鍵とは、シーラカンスのヒレだ。シーラカンスの、ヒレ？私たちのご先祖様は、もともと陸上を4本足で歩く4足動物だった。この4足動物というのは、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類が含まれるんだ。これらの陸上動物も、もともとは水生の甲骨魚類の中の肉鬼類、と呼ばれるグループから進化したと考えられているんだぜ。甲骨魚類の中の肉鬼類。もっとわかりやすく説明してほしいわ。そうだな。甲骨魚類のグループは、大きく分けると2つ存在する。それが上ヒレ類と肉鬼類だ。コイ、サケ、カツオなんかの私たちに馴染みがある。ザ魚って感じの奴らは上鬼類に属しているぜ。上鬼類？初めて聞いたわ。一体どんな特徴があるのかしら？上鬼類の上は筋という意味がある。上鬼というのは筋と膜でできたヒレを指すんだ。確かに私たちがよく知っている魚たちはそういうヒレを持っているわね。じゃあ肉鬼類はどうなの？肉鬼類は呼んで字のごとく、骨と筋肉があるんだ。陸上を歩き回る動物たちの祖先にふさわしいヒレだと思わないか？なるほどね、ヒレが手足になるなんて全然想像がつかなかったけど、私たちがよく知っている魚とは違ってヒレに骨や筋肉があったなら納得だわ。肉鬼は、一列の骨とそれを取り巻く筋肉で覆われたヒレで、まるでオオサンショウウオなどの前足と後ろ足のような原始的な形を思わせる。そのため、シーラカンスは魚類から両生類へ変化する過程のままの姿や特徴を、現在まで持ち続けているのではないか、と言われているんだ。え、じゃあもしかしてシーラカンスが私たちのご先祖様ってことも、あり得るのかしら？シーラカンスの祖先が直接的に四足動物を生み出した系統、というわけではなさそうだが、廃魚の系統とともに、四足動物の起源を明らかにする上で重要な存在には違いないだろうな。ヒレが四肢になったのは分かったんだけど肺はどうなの？陸に上がるには、手足だけじゃなくて肺も大事よね。その通りだ。
陸に上がるためには、大気中の酸素を取り込むことができる肺が必要不可欠だ。この点についてもシーラカンスは条件を満たしているぜ。え、そうなの？シーラカンスは肺呼吸してるってこと？いやいや、今のシーラカンスは深海魚だぜ。さすがに肺呼吸は無理だろ。ただし、現在のシーラカンスはエラ呼吸だが進化していく中で使われなくなったと見られる。肺を持っていることがわかっているんだ。昔は肺呼吸してたってことか。肺を使って呼吸ができる魚として浅瀬で暮らしていたシーラカンスの祖先が、再び海へ戻り、深く潜って暮らすようになったことが考えられるぜ。あら、浅瀬に上がっていったのに深海まで戻ってきたのね。シーラカンスの進化にはもう一つ特徴があるぜ。遺伝子解析の結果、シーラカンスは人より4割、肺魚と比べても1割強ほど、進化速度が遅いことが分かったんだ。へえ、大昔から姿があまり変わっていないのは、この進化の遅さが関係してるってことかしら？もちろん無関係ではないだろうな。だが現在生きているシーラカンスと化石のシーラカンスの形態が似ている理由が、これだけなのかどうかは、まだはっきりとは分かっていないぜ。へえ、シーラカンスって面白い特徴がいっぱいあったのね。ねえ、シーラカンスの生態についてももっと教えてよ。もちろんいいぜ。シーラカンスは先に説明した通り、甲骨魚類シーラカンス目シーラカンス科に属する魚類だ。シーラカンスの体で特徴的なのは背骨だな。シーラカンスには背骨がないんだぜ。え？何を言ってるの？正確に言うと、通常の脊椎動物の背骨を作っている一つ一つの脊椎がなく、その代わりに一本の太い管を持っているんだ。その中には体液が満ちているんだぜ。その周りに骨や筋肉がついていることで体を支えているんだ。そうだったのか。背骨の作りが少し私たちとは違うのね。その他のシーラカンスの生態を一言で言うと、深海で過ごす、のんびりスローライフって感じだな。急に旅行の売り文句みたいなのが出てきて驚いちゃったわ。シーラカンスってそんなに優雅な生活をしているの？そうだな。例えば、シーラカンスの寿命は非常に長いことがわかっているんだ。魚の鱗には樹木と同じような年輪ができるんだが、シーラカンスの鱗を調べたところ、成熟に要する期間は40から69年で、寿命はおよそ100年と推定されたぜ。ひえ、そんなにかかるの？確かにのんびり過ごしてる感じは出てるわ。それだけじゃなく、妊娠出産に関してものんびりしているぜ。シーラカンスは卵胎生なんだが、メスの体内で成長する子供の鱗を調べたところ、妊娠期間はなんと5年に及ぶこともわかったんだ。5年もお腹に卵やら赤ちゃんやらを入れっぱなしで過ごすの、考えられないわ。食性についても、基本的には海中を漂いながら、近寄ってくる魚やイカを吸い込んで食べる待ち伏せタイプだ。長い年月を深海でのんびりと過ごしながら生き延びてきた生物なんだな。なんだか羨ましくなってきちゃうわね。さて、こんな風にひっそりと生き延びてきたシーラカンスが、どのように発見されたのかについても話しておこう。あ、それも気になるわ。どうやって発見されたのかしら？約4億年前の古生代デボン紀に出現して広く繁栄したシーラカンスだったが、6600万年前の中生代白亜紀末の大量絶滅を境に、ほとんど全ての種が絶滅してしまった。と、長い間考えられていたんだ。うんうん、それで？1938年、インド洋に浮かぶマダガスカル島沖で地元の漁師が網にかかった、グロテスクな魚が発見されたんだ。珍しい魚が見つかった、と連絡を受けた。博物館の学芸員も魚の種類を特定できず、知り合いの大学教授にスケッチを送った。するとその魚が古代魚シーラカンスの原生種だったことが判明したんだぜ。へえ、関わった人全員すんごく驚いたでしょうね。当時、シーラカンスは遠の昔に絶滅したと誰もが疑っていなかった。関わった人々だけでなく、学会はもちろん世界中が騒然となったんだぜ。本当にすごい発見だったのね。しかもその後、マダガスカル島の近くのコロモ諸島という島では、マルチ船に乗った漁師たちによってシーラカンスが1年に数匹ずつ、釣り上げられていたことも分かってさらに驚きを呼んだんだ。そうか、シーラカンスって気づかないままずっと釣り上げられていたのね。あ、もしかしたら日本の深海にも実はシーラカンスがいた、なんてことないのかしら。もちろん絶対にないとは言い切れないぜ。深海は、世界中どこであっても、比較的近しい環境にあるとされているからな。日本には絶対いない、と、断定する方が難しいだろうな。わあ、もしかしたら駿河湾あたりの深い海の中を、ゆっくり泳いでるかもしれないわね。その可能性はゼロじゃないぜ。ところでマリサ、ちょっと気になったんだけど、シーラカンスって美味しいの？ほら、深海魚って美味しいのもいるじゃない？アンコウとか、霊夢、魚イコール食べるものってイメージから少し離れられないのか？だが、そうだな。せっかくだから説明しておこうか。
やったー、お願いするわ、マリサ。結論から言うと、シーラカンスは食べられない。え？食べられない。そうなの？てっきり美味しいって言ってくれると思ったのに。思い込みで文句を言われてもな。シーラカンスの肉には、油や尿素、ワックスエステルなどの化合物があり、人間の消化能力では消化できない物質が多く含まれているんだ。そうだったのか。味も非常にまずく、下痢を引き起こす恐れもあるんだ。体の表面に関しても、鱗からは粘液を放出していて、体から分泌される過剰な油と合わさり、とてもヌルヌルした魚なんだぜ。食べた人曰く、水に濡らした歯ブラシみたいな味がするらしい。水に濡れた歯ブラシって何よ？よくわからないけれどめちゃくちゃまずそうなのは伝わったわ。美味しい美味しくない以前に食すと人体に悪い影響を与える魚だから、基本的には避けられているな。美味しいとか美味しくないとか以前に体に害があるレベルだったのか。そのため、シーラカンスを時々釣り上げていた小諸の人々は、シーラカンスのことを食えない魚、役に立たない魚、という意味の、ごべっさと呼んでいるんだぜ。進化の鍵を握る古代魚なのに、ひどい言われようだわ。まあでも確かに現地の人からしたら食べられない魚なんて役に立たないか。そんなわけだから、美術館や博物館、個人の収集家による、コレクション目的を除けば、シーラカンスには商用的価値はないんだ。ちなみに、ドラゴンボールの作者である漫画家の鳥山明先生は、週刊少年ジャンプ1983年32号の関東企画でシーラカンスを試食したらしいぜ。あの鳥山明先生もシーラカンスを食べたの？さすが鳥山先生、やることのレベルが違うわね。じゃあ霊夢も食べてみるか？濡れた歯ブラシを食べるのはごめんだわ。さて、深海で静かに暮らしている印象が強いシーラカンスだが、その中には独自の進化を遂げた奴らもいるぜ。わぁ、待ってました。早く教えてちょうだい。もちろんだぜ。まず一種類目ははちゃめちゃにでかいシーラカンスだ。はちゃめちゃにでかい？どれだけ大きいのかしら？2021年に発表された論文によると、一般のコレクターから依頼されていた翼竜の頭蓋骨とおぼしき化石を調査したところ、実はその化石は、シーラカンスの肺周辺の骨だったと判明したんだ。ちょっと待って、翼竜の頭蓋骨だと思って調査した化石が、シーラカンスの肺周辺の骨だった？サイズ感がおかしすぎるんだけど一体何を言ってるの？まあそう思うよな。化石の大きさから推測するに、そのシーラカンスの全長の推定値は現世のホウジロザメとほぼ同じく、約5メートルに達するとされたんだ。これまで発見されたシーラカンスの化石の中でも、最大級の大きさだそうだぜ。そりゃあそうでしょうね。5メートルのシーラカンスなんて想像つかないわ。この化石はモロッコのトシウェドム近くから見つかったもので、買い取ったコレクターは当初、ジュラ紀後期に生息していた、プテロダクティルスの頭蓋骨だと思って調査を依頼していたそうだぜ。逆にどうしてプテロダクティルスの塔だと思ったのかしらね。詳しくはわからないが、大きさや形が似ていたんじゃないか。だが分析の結果、薄い骨板がいくつも集まってできた、シーラカンスの肺周辺の化石だとわかったんだ。翼竜にはかすってもないなんて、調べた方もびっくりよね。依頼したコレクターはプテロダクティルスでなかったことで、かなりがっかりしたみたいだが、モロッコで発見された初のシーラカンスの化石でもあり、古生物学的には非常に貴重な資料となっているぜ。まあ、翼竜だと思ってたら実はシーラカンスでした。って言われたら、びっくりしちゃうわよねー。次に紹介するのは、レベラトリクスという種のシーラカンスだ。レベラトリクスは、超高速で泳ぐシーラカンスなんだぜ。超高速で泳ぐ？ちょっと私の知ってるシーラカンスとは違うみたいね。スローライフはどうしたのかしら？レベラトリクスが生息していたのは、2億4000万年前のペルム期末の大量絶滅期から、間もない頃だったとされているぜ。通常、シーラカンスの尾びれは幅広い形が特徴なんだが、これはゆっくりした泳ぎの魚に多く見られる形状なんだ。シーラカンスはそんなに激しく泳ぐイメージないものね。また、この尾びれの形は一度にたくさんの水をかくことができるから、近づいてきた餌に向かって短い距離を素早く突進することができるんだ。だが、レベラトリクスは2つに分かれた尾びれを持っているぜ。2つに分かれた尾びれの特徴は一体何なの？同じような尾びれを持っている魚を思い出してみるとわかると思うぜ。ちなみにこのような尾びれを持っている魚はマグロやカジキなどだ。なるほど、泳ぐのが速い魚たちね。そういうことだ、レベラトリクスは、他のシーラカンスのようにゆっくり泳ぐことはなく、広大な海域を高速で泳いでいたシーラカンスだと言われているんだ。へえ、でもどうしてシーラカンスの仲間から、そんな正反対の進化をした種が現れたのかしら？その理由は、ペルム期末の大量絶滅にあると考えられているぜ。
この時、海洋生物のうち実に 90% 以上が絶滅したと言われているんだ。ものすごい種類の生物がいなくなってしまったのよね。この絶滅で、海中を高速移動するタイプの捕食動物もいなくなり、その生態的地位を埋める形でレベラトリクスのような、高速遊泳するタイプの珍しいシーラカンスが現れたと言われているぜ。なるほど、大量絶滅でライバルがいなくなったところに、うまく入り込んだってことか。進化って面白いわねー。研究者たちも、この発見は進化の柔軟性をよく示していると考えているぜ。レベラトリクスは、2億年続けてきた生活を捨ててまで、他のシーラカンスとは全く異なる進化を遂げたんだからな。確かにそうね。レベラトリクスはすごく勇気のある選択をしたのかもしれないわ。確かにそうなんだろうが、最終的に生き残ったのは、動きが遅い従来のシーラカンスの方だった。レベラトリクスは、後から現れたより速いスピードで動くことができる、サメなどの捕食者に、再び地位を奪われてしまったんだな。やっぱり元がシーラカンスじゃサメにはかなわなかったか。生き残れなかった、という結果だけ見ればレベラトリクスの進化は、失敗だったのかもしれないな。だが、こういう思いがけない方向への、進化があったりするから、古生物学は面白いんだよな。本当にそうね。進化に関しては、ダーウィンの進化論の動画があるから、興味が出てきた人はぜひ見てみてくれよな。そうだったわ、後で覗いてみるわね。シーラカンスは生きた化石と呼ばれるほど、遥か昔から姿形を変えずに生き続けてきた。それだけでなく、現世の獅子動物の進化の謎を解く鍵になるかもしれない生き物なんだぜ。ただ長く生きてるだけの生物じゃなかったのね。幸いシーラカンスは現存しているからな。今後研究が進むのを楽しみに待とうぜ。キャー、クジラって大きくて穏やかで、可愛い生き物よね。今のクジラのイメージは確かにそうだな。だが、古代のクジラは強くて、最高にクールなんだぜ。確かにクジラって大きいし強いと思うけど、古代のクジラってそんなに違うの？クジラだからって舐めてもらっちゃ困るな。古代には、最強と名高いクジラがいたぜ。そいつの名は、リビアタンメルビレイだ。クジラなのに最強？怖さならサメとかの方が上じゃない？リビアタンはただのクジラじゃないぞ。生物の中で最も巨大な、あるものを持っているんだぜ。最も巨大なあるもの？何かしら？早く教えてちょうだいよ。リビアタンが持っている巨大なものとは、歯だ。歯？リビアタンの歯は、最大のものでなんと36センチメートル。捕食用の歯としては、生物史上最大とされているんだぜ。さ、36センチメートル？確かティラノサウルスの歯だって、30センチメートルくらいだったわよね。その通りだ。なおさらリビアタンの歯のデカさがわかるよな。そんなリビアタンメルビレイは、クジラグーテイ目、マッコウクジラ上科に属するぜ。1200万年前から1300万年前の、新生代中新生中期に生息していたんだ。古代のクジラといっても、意外と最近の生物なのね。発見されたのは2008年11月、ペルーのトシイカの南南西にある地層だ。生やした顎が残っている、頭骨の一部が見つかったんだぜ。オランダの自然博物館の研究者が、野外調査の最終日に偶然発見したそうだ。ひえー。偶然こんな怪物みたいな生物を発見するなんて、強運だわ。怪物か。きっと発見した研究員も同じことを思ったろうな。リビアタンメルビレイの学名は、旧約聖書に出てくる巨大な海の怪物、レビアタンにちなんでいるんだぜ。そうだったのね。ちなみに小種名のメルビレイは何から取ったの？白いマッコウクジラ、モビーディックとの戦いを書いたスペクタクル小説、白芸の著者である、ハーマン・メルビルに敬意を表し、名付けられたそうだぜ。へぇ。タイトルしか知らなかったけど、白芸ってそんな話だったのか。リビアタンの推定全長は、基準とした生物により異なるが、13.5 から 17.5 メートルとされているんだ。中には20メートルを超えたという説もあるぜ。リビアタンは、圧倒的パワーと獰猛性を合わせ持つ、いわばリアルモビーディックとも言える存在なんだぜ。20メートル超えもあり得るの？想像以上の大きさね。そしてこれは、現世のマッコウクジラのオスのサイズ、16から18メートルとほぼ同等だ。マッコウクジラは体長の3分の1ほどもある、巨大な頭部が特徴的だが、発見されているリビアタンの頭骨の長さも、3メートルほどとなかなか大きいんだぜ。へぇ、同じ種類の生物だけあって、似てるところが多いのね。そうだな。だが、現世のマッコウクジラとは決定的に違う部分もあるぜ。それが、口だ。口？さっきの巨大な歯のことかしら？もちろんそれも含まれるが、それだけじゃないぜ。まずリビアタンの食性は、マッコウクジラと同じく肉食だが、マッコウクジラは上顎に歯がなく、
シター語の歯も人間の手のひらサイズと、決して大きくはないんだ。え？マッコウクジラって意外とおちょぼ口だったのね。また、顎自体もまるでくちばしのように長細く、食べているのもダイオウイカなど、割と柔らかい生物なんだぜ。へえ、そうだったのか。一方リビアタンは上顎、下顎ともに立派な歯を持っている。歯の大きさに比例して顎の骨も幅が広く、かなり丈夫だ。この巨大な顎と歯のため、一説ではティラノサウルスより攻防力が強く、高い攻撃力を備えていたというんだぜ。じゃあリビアタンは一体何を食べていたの？ペルーのリビアタン発掘場所の近くからは、イルカなどのクジラの仲間やサメ、ウミガメ、アザラシ、海鳥などの化石が見つかっている。ほうほう。つまりそれらを食べていたと？その通り。リビアタンは当時の海で、最強の海生生物と名高いメガロドンと共に、頂点捕食者であったと考えられ、マッコウクジラとは異なり、他のクジラをも捕食する、バリッバリの超肉食クジラだったと考えられているんだぜ。あのメガロドンと並び立っていたの？それはすごいわね。そんなわけで、生態としては同じクジラの仲間でも、マッコウクジラよりむしろ、シャチに近かったと考えられているんだ。確かにバリバリの超肉食なら、どっちかというとシャチって感じだわ。しかもシャチよりも体や口、歯が大きいため、群れで狩りをするシャチとは違い、単独で大きな獲物を捕らえることができただろう。現世のシャチですら海の殺し屋と呼ばれ恐れられているのに、倍の体格を持つとなれば、まさに当時の海では、怪物の名にふさわしい存在だっただろうな。最強の怪物、レビアタンの名は伊達ではないってわけね。最強と呼ばれるゆえんはまだあるぜ。次はリビアタンの頭骨を見てくれ。復元姿とは異なり、頭骨部分が大きくへこんでいるのがわかるよな。この部分には一体何が入っていたと思う？何かしら。普通に考えれば脳？とか？さすがにこんなに巨大な脳じゃなかったぜ。答えは、メロンと呼ばれる器官だ。これは、マッコウクジラやイルカなど、ハクジラ類がエコーロケーションの際、音波を集中するレンズの機能を持つんだぜ。へえ、こんなに大きいスペースに入ってるのか。マッコウクジラの場合、メロンの中は大量のゲイロウで満たされている。ゲイロウというのは、脳油とも呼ばれるぜ。まあ、その名の通り油だな。頭にそんなにたくさんの油、一体何に使うのかしら？マッコウクジラの場合には、深海への潜水、浮上の補助に用いられるぜ。まず深く潜るときには、脳油を囲む脳油袋の中に、冷たい海水を取り込んで脳油を冷やすんだ。こうすることで比重が重くなって、脳油が重りのように働き、深く潜ることができるんだな。へえ、そんな働きがあったのか。じゃあ逆に海面に浮き上がるときには、脳油を温めるのね。大正解だ。浮上の際には脳油袋の周りの細かい血管に、温かい血液を送って温めるぜ。すると今度は脳油の比重が下がり、楽に浮上することができるってわけだ。ふーん、うまくできた仕組みだわ。また、他のハクジラ類と同じく、遊泳時の障害物の探知や、獲物の捜索には、エコーロケーションを使っていたぜ。海の中ではめちゃくちゃ便利な能力よね。だが、マッコウクジラほどの脳油であれば、獲物に対して高い指向性を持った。強力な音波を放つことで、失神あるいは麻痺に陥らせ、捕らえることが可能であるという説もあるのだ。失神？麻痺？生きた固定放題かな？これらは現世のマッコウクジラの話ではあるが、近縁であるリビアタンも、同じような特徴を持っていた可能性はあるぜ。だが、リビアタンの場合は、表層で大型の獲物を捕食していたようだし、深海への潜水はそれほど行わなかったと考えられているんだ。なるほどね。それじゃあ、リビアタンはどんな目的でゲイロウを使っていたのかしら？どちらかというと後者のように、強力な音波を放つ、武器のような使い方をしていた可能性があるな。また、繁殖の際のディスプレイや、獲物への頭突きなどに用いていたという説もあるんだ。ねえ、マリサ。そういえばリビアタンと同じ時代には、あのメガロドンも生きていたのよね。この2匹の直接対決なんてなかったのかしら？フィクション作品で死闘を繰り広げる様子が書かれることもあるが、怪我や死亡のリスクが高すぎるし、病気やよっぽど体格差がある場合を除いて、食べたり食べられたり、ということはなかったとされるぜ。ええー、そうなの？それは残念だわ。だがそうだな、今回は特別に、リビアタンとメガロドン、どっちが強いか比べてみようじゃないか。わあ、やったー。こういうの大好き。ついでに中生代の海代表として、モササウルスも入れてみない？いいな。それじゃあ今回はその3種の生物対決だ。でも、どうやって強さを決めるの？そうだな、一つ一つの項目ごとに見ていくことにしようか。比べるのは全長、体重、攻撃力、守備力、知能、スピードあたりでどうだ？いいわね。早速やってみましょう。それじゃあ早速全長から比較していこう。
モササウルス以外の2種は、全身化石がないため推定値にはなるが、リビアタンが 17.5 メートル、メガロドンが16メートル、モササウルスが12メートルだ。どれも大きすぎてよくわからないわね。これは、リビアタンとモササウルスが同じくらいかしら？確かにそうだが、リビアタンは20メートルを超える数値も出ているから、これはリビアタンの勝利でいいと思うぜ。まずはリビアタンの一勝ね。次は体重だな。体重はリビアタンが40から60トン、メガロドンが48トン、モササウルスが30から40トンだ。どれもすごい重さだけど、これはリビアタンが圧倒的ね。リビアタンの数値はマッコウクジラを参考に出されたものだぜ。メガロドンはそもそも体長にもかなり開きがあるため、体重の推定値はさらに難しいんだが、最近の研究ではこの程度の値が多いようだな。まあ、全長のサイズから考えても、おそらくリビアタンに軍配が上がるはずだ。今のところ、サイズという面では、リビアタンの一人勝ちね。ここからどうなっていくのか楽しみだわ。続いては攻撃力を比べていくぜ。攻撃力は攻合力を中心に、総合的に判断していこう。攻合力といえばやっぱりサメよね。これはメガロドンが有利かしら。確かにメガロドンの顎の力は凄まじく、余裕でティラノサウルスを超え、最大で18トンにもなったと、言われているぜ。18トン？これはもう優勝決定じゃない？それはまだ気が早いぜ。モササウルスは頑丈な骨格や強靭な歯で、アンモナイトやウミガメなど、硬い海洋生物もバリバリ食していたとされているが、数値としてはティラノサウルスと同じ程度の、6トンと言われている。参考までに、現世のホホジロザメは 1.8 トン、人間は 0.1 トンだ。戦闘力たったの 0.1 か。ゴミめ。こんな化け物たちの戦いに、私たち人間を持ち出さないでほしいわね。そしてリビアタンだが、数値としてはティラノサウルスを超える、とは言われているんだが、はっきりとは分かっていないぜ。じゃあどうするの？リビアタンの頭骨には、側頭下と呼ばれる大きな穴が両側に開いているぜ。これは、顎を閉じる筋肉が付着する部位なんだ。そのため、穴が大きいほど攻合力は強いとされているんだぜ。へえ。じゃあリビアタンの攻合力もなかなかなのかしら？リビアタンの穴の大きさから考えると、メガロドンと同等か、それ以上のパワーがあったと推測されるぜ。また、生物最大と言われる大きさの歯や、頭突きやエコーロケーションを用いた、攻撃方法を持つリビアタンは、攻撃力という面で頭一つ飛び出る印象だな。攻合力だけじゃなくて、総合力で考えるってことね。そうだな。というわけで、攻撃力はリビアタンの勝利でどうだ？意味なし。それじゃあ続いては守備力だな。この3種の古代生物の中で、メガロドンだけが軟骨魚類に属する。そのため体の骨のほとんどが、軟骨でできているんだ。骨が柔らかいサメは、その点だけでも防御力に劣るだろうな。確かに骨が柔らかいのは防御力として弱そうね。それだけでなく現世のホホジロザメを考えると、重要な臓器である肝臓が、体重の4分の1を占めているにもかかわらず、腹部は肋骨にすら覆われていないんだ。体が柔らかい上に、大きな弱点が丸出しってことね。お腹をガブッとされたり、体当たりを食らったりするだけでも、大ダメージになっちゃいそうだわ。というわけで、守備力としては、消去法でリビアタンとモササウルスの勝利とするぜ。これは仕方がないわね。次の知能についてだが、まあ海生爬虫類であるモササウルスは圏外だろうな。あっという間に圏外扱いされて不憫だわ。サメも魚類の中では、知能が高い方だろうと考えられる。だが、哺乳類でハクジラ類である、リビアタンの方が、より高い知能を持っていただろうと予想されるが、どうだ？そうね。現世のクジラやイルカの賢さから言っても納得だわ。それにしても、ここまですっかりリビアタンの独壇場ね。圧倒的すぎない？メガロドンだって決してリビアタンに劣るわけではないだろうが、一つ一つの項目で比較すると、こんな感じになってしまうな。さあ最後の項目、スピード勝負といこう。これはいい勝負になりそうじゃない？どの生物も速そうよ。まず、モササウルスはかなり速く泳げたのではないかという研究があるぜ。その速さは、時速55から60キロメートルほどと言われているな。へえ、あの大きな体でそんなスピードが出るなんてすごいわね。リビアタンもなかなか速かったようだが、現在の研究結果としては、だいたい時速45キロメートルほどとされているぜ。今のところモササウルスの勝利ね。メガロドンはどうかしら？メガロドンに関しては顎と歯しかないから、判断材料が少ないが、最近発表された研究では、体の構造が現世のサメと同じと仮定するなら、遊泳速度は時速 0.9 から 3km 程度、という結果が発表されているぜ。ちょっと待ってちょうだいマリサ。聞き間違いかしら？今、時速 0.9 から 3km って言った？桁が一つ間違ってない？残念ながら間違いじゃないぜ。ちなみにこれは、水族館でゆったり泳いでいるジンベエザメと同じか、もっと遅い速さだ。
ええー、さすがに遅すぎない？私のメガロドンのイメージが、がっかりするのはまだ早いぜ。それにこれはあくまで、遊泳速度の研究結果だ。メガロドンがクジラやイルカなどの大型海洋哺乳類を食べていたことは、それらの髪跡の化石などからもちゃんと証明されている。うんうん、そうよね。現世のイルカの泳ぐ速さは、最大で時速 50km にも及ぶとされているため、メガロドンもそれくらいの速度で泳げなくてはならないはずだ。確かに、そうじゃなかったら食事にありつけないもの。そうだろ？このことから、メガロドンは獲物を発見したら急加速して噛みつき、それ以外の時は体力温存のため、気配を消すようにゆったりと泳いでいたと、考えられるんだぜ。なるほど、油断させておいて、ガブリ。ってことね。実際、メガロドンと同じ食性のホホジロザメも、遊泳速度は時速 4km 程度だが、狩りの時には時速 50km 程度まで加速できるしな。なるほどね。でも残念ながらモササウルスのスピードにはかなわないみたいだわ。スピード王はモササウルスに決まりね。これで全ての項目の勝負が終わったな。リビアタンの圧勝ね。そうだな。個人的にも体格やスピード、知能で勝るリビアタンが最強だと思うぜ。だが高い攻防力を持ち、小回りが利くメガロドンの一撃や、モササウルスのスピードも捨てがたいな。そうね、リビアタンがモササウルスのスピードに、追いつけないかもしれないし、メガロドンの不意打ちの一撃にやられちゃう可能性だってあるわ。その通り。今回の結果もあくまで推定値で、正確性に欠けるしな。それにこういうのは一人一人、想像を巡らせるのが楽しいんだ。というわけで、みんなはどう思うか、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。他の人がどう考えているか楽しみね。それにしてもこんなに強い生き物なのに、リビアタンはどうして絶滅してしまったのかしら？絶滅に関しては、地球の寒冷化によってヒゲクジラたちが巨大化し、獲物としていた小型から中型のヒゲクジラが消えたことが要因として挙げられているぜ。ヒゲクジラたちは昔は今より小さかったの？リビアタンが餌としていたヒゲクジラたちは、氷河期によって過ごしやすい環境になったのか、ちょうどこの時期に、体がどんどん大きくなっていったんだぜ。あら、そうだったのね。そしてついに、リビアタンの口に入らないほどのサイズになって、泳ぐスピードも速くなり、リビアタンには追いつけなくなったんだな。その結果、リビアタンは獲物にありつけなくなり、食べ物が不足したため、絶滅したとされているぜ。さすがのリビアタンも、食料不足には勝てなかったのか。というわけで、リビアタンメルビレイは新生代最強の海生生物だ。生物で最も巨大な歯を持ち、同時期に生息していたメガロドンや、中生代に生息していたモササウルスも忍ぶほどの戦闘力を備えていたと、考えられるんだぜ。話を聞くだけならめちゃくちゃかっこよくて楽しいんだけど、実際に生きてる姿を想像すると怖すぎるわね。絶滅しててくれて、助かったかもしれないわ。確かに、リビアタンやメガロドンがうようよ泳いでいたら、海水浴なんか絶対にできないな。本当にそうだわ。海は安全が一番ね。それじゃあ早速安全な海に、ホエールウォッチングに出発よー。